はい、どうも、秘密結社冬釜総帥ハッチーでございます。今回はカトレアステークス、東京の2歳オープンですね、9レース、ダート 1600m、土曜日の、ね、競争を予想していきたいと思います。まあ、カトレア賞がね、ケンタッキーダービーの指定レースになって、これがただ500万下条件のレースをなんで指定するんだという話になってたわけですね。まあ、なんでって言うと、向こうはあのラニがね、アメリカの三冠競争全部コンプリ全部走り切った、しかもまあ最後3着なんていうね素晴らしい結果を出したという中で、じゃあ日本から1頭ねポイント制で招待するのに何が走ったレースを指定したらいいじゃねえかということで、条件戦のカトレア賞まで指定した結果ですね。まあじゃあ一勝クラス一回勝ったまま出られるようにオープンにしちゃったらよくねということで、今年からオープン特別になっちゃいました。ラニーの功績だね。まあそんなわけでですね、今回予想していくわけなんですが、そのラニーの功績に従ってですね、よってですね、まあケンタッキーダービーを狙うのであろうというようなね、強そうな馬が揃いました。まあ、というわけでこんな感じで予想をしてみたんですが、1番人気、2番人気、どっちもね、じゃあどっちがこの後来るかなってとこなんですが、まずはですね、軸はこっちでいきたいと思います。現在想定2番人気、レモンポップ。まあ、シンバをね、圧勝してきた、それだけでも素晴らしいですし、まあ、それぞれね、指数的には抜けてる、シンバ戦、2戦目での伸びしろがあるってことを考えると、レモンポップも相当な能力の持ち主であることは間違いないんですけども、まあその中でね、レモンポップの新馬戦の2着馬も2戦目は7馬身差で圧勝してきてますし、まあそう考えるとね、この馬自身の伸びしろっていう点でもね、期待ができるんじゃないかなと。まあ問題はね、1300m でのデビューってことを考えると、ここでの距離延長はどうかなっていうのは若干あるんですが、まあそれでも、まあ新馬戦のその辺の指数とかね、そこからの伸びしろって考えた時にこっちを優位に見ました。まあそしてタケルペガサス、この馬はね、デビュー戦こそ敗れたものの、2戦目、逃げて上がり最速、9馬身差、時計もまあ初戦と2戦目では思い切り変わり身を見せたと言えるレベルで良化してますし、まあ、そこの、ね、2戦目の時計を、ね、見ると、まあ、持ち時計の一番手はこっちと、まあ、ただしレモンポップも、ね、デビュー戦だったことを考えると伸びしろではこっちみたいなところがあるんで非常に迷ったんですが、まあ、こういう感じで1番手2番手という評価になってくると思います。まあ、そして4番人気プルスウルトラ、まあ、この馬ね、初ダートだった前走、まあ、芝で勝ち上がってね、その後ね、ダートに転向した前走が上がり最速。まあ、芝スタートも芝で走っていた経験をプラスにできるという意味ではね、このダート 1600m って距離は非常に適していると思います。まあ、ちゃんと狙っていこうかなと思います。まあ、そして6番人気、プレジールミノル。まあ、ダート転向後はね、好走が続いてます。2着、1着、3着とダートに転向して勝ち上がって、特別戦も好走したという中で、まあ、なんだかんだでね、ダート戦っていうのは、関東馬より関西馬の方が、まあ、販路のね、高低差とか、その辺の問題だっていう説が濃厚なんですけども、ずっとね、販路完成以降、関西馬が関東馬を蹂躙するような感じで、ダートが特に結果がね、まだ、関西馬の方が結果が出てるはずです。まあ、ですので、これは関西で結果を出してきた馬ということで狙っていこうかなというところですね。まあ、そして7番人気、新ヨモギネス。このコース特別戦で3着、まあ、さらにね、昇級2戦目ということで、今回さらにまあ東京ダートマイルのへの適性でね、前進が見込めるということで狙っていきたいと思います。比較的に人気サイドのまあ予想ではあるんですけども、一応1番人気2番人気評価を入れ替えてみました。まあ、そんなわけでね、こうやって予想もしていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。